2015, October 25th. そう、またやられちまった。大変なことになった。連邦軍の重要な基地があらかた敵に占領されてしまった。占領ですか。しかし軍の基地は巧妙にカムフラージュされていて、そう簡単に敵に察しされるとは思えませんが、それが正確に基地の位置を掴んでいたようなんだ。一体どうやってその情報を得たのか。シャピロのやつさ、あいつが敵に情報を教えたんだよ。そうか、シャピロキープ中佐は敵に寝返ったんだったな。彼らが連邦軍の基地の所在を知ってるか。それで今軍はどうなってるんですか。幸いティターンズの主力は宇宙に出ていったので難を逃れた。ジャミトープ中将も無事だ。チェッついで肉たばってくれりゃよかったのに。ついでにくだばってくれりゃよかったのに。おいおい、メタなことを言うなよ。ティターンズだって地球を守るために戦ってるんだ。しかし、そうすると地球上の敵の勢力図が一気に扩大したことになりますね。現在、ティターンズでも反抗作戦を備えているらしいが、事態は、はかばかしくない。で、君たちに白羽の矢が立ったわけだ。それってつまり少しばかり補充任意と補給物資をやるから、お前らしっかり働けと、そういうことじゃないの。身も蓋もない言い方だが、まあそういうことだろうな。思ったより冷遇されてんのね。しかし悪いことばかりでもないぞ。制限付きではあるが、実施権と材料管理を俺の方である、ある程度自由に行えるようになった。これで少しは君たちにまともな補給ができる。そいつはありがてえな。最近どうも飯の量が減ってきてて、
へこしてたんだ。そりゃそうよ、コウチ君とボスで普通の人の7倍は食べてるんですからね。ボスのやつ5人前も食べてやがるのは、やがるのか、注意してやらなきゃな。何言ってるのよ、コウチ君が4でボスが3、ちゃんとチェックしてるんだから。チェ、しっかりしてら。それと新たに参謀としてイゴール准将が配置されることになったようだ。まもなく通知があるはずだ。イゴール長官が元君たちの上司だったな。頭の固いおっさんだけど、ティターンズの連中に比べりゃよっぽどマシだ。ちょっとおっかないけどね。ヘケン艦長、どうしたんですか、こんなとこで。なんだ、モーラ君か。驚かすなよ。誰かさんを探してるんですね。何のことかね。私はただ物資の受け渡しが滞りなくできているかどうかを確認するためにだな。残念でした。エマ注意なら今はトレーニングルームですよ。だからな、俺はそういうことが目的で来たわけじゃなくて。はいはい、エマさんには私からよろしく言っといてあげますから、そろそろ出発しなきゃいけないんでしょ。そうだな、くれぐれも言っておくが、別に俺はエマ注意を探しに来たわけじゃないからな。ついでによかっただけだ。ついでに酔っただけだ。あれじゃ先が思いやられるね。